こんばんは、大輔です。昨日配信したんですけどね、夜勤、出勤前ギリギリまで配信しましてね、遅刻するかとか、いろいろね、配信中言われたんですけど、遅刻しませんでした。こう証拠画像撮ってきましたけどね、タイムカード。ギリギリですよ。1分前。はい。まあ、ご覧の通りね、1分前とか、もうギリギリ11時半とか、そういう日ばっかりなんですけどね。まあ本来ね、5分前とか10分前にね、出勤するのが、まあマナーというか、一般的なね、社会人としての、常識なんでしょうけど、私はちょっとギリギリなんですよね。はい。お昼の仕事は、結構準備とかもあって、10分前ぐらいに出勤してますけどね、ちゃんと。夜勤はもうゆるゆるなんで、もうちょい早く出勤した方がいいんじゃないと言われようが、1分前とかジャストばっかりです。はい。で、この証拠写真をですね、ツイッターにアップしたところ、悔しがってるお二方がいましてね、そのコメントも晒したいと思いますけどね。ひどいですよね。遅刻してほしかったんでしょうね、このお二人は。まあでもこのお二人のあんまり、文句は言えないですけどね、お世話になってますんで、コメントとかスーパーチャットたくさんもらってるんで、これからも応援よろしくお願いします。でも残念ながら私は遅刻しませんでした。はい。ということで本題なんですけど、明日26日、3月26日の土曜日、コロナワクチン3回目を打ってまいります。モデルナなんですよ。そうなんです。1回目はですね、ファイザーだったんですけど、すごい腕痛かったですね、やっぱり。うん。で、熱も、1回目は熱出なかったんでしたっけね。で、2回目もファイザーだったんですけど、そのファイザーが、2回目は本当に、体温上がりましたよね。38度いったんじゃないですか。その時確か配信しましたよね。で、明日も、配信は通常通りやりたいんですが、お酒はもちろんやりません。で、1時間に1回ぐらい、体温測って、で、もし38度超えてたら、まあ、配信をやめようかなと思います。38を超えた瞬間にやめるんじゃなくて、ちょっと様子見て、まあ普通に雑談するぐらいで、あんまりテンション上がるようなことはせずに、やっていきたいと思いますね。まあなんかちょっとモデルナっていうのはすごい気になりますよね。副反応がやっぱりファイザーよりも、すごい上回るっていうじゃないですか。で、量は減ってるとは言って、でも、打つ量が減るらしいんですけどね、モデルナの。なので、副反応はそんなにないのかなと思うんですけど、ニュースいろいろ見ると、ファイザーよりも、モデルナの方がやっぱり、副反応きついということで、ちょっと心配なんですけど、もう選べなかったんですよ。もうモデルナですって。ファイザーか、モデルナどっちか選べって言われたら、ファイザーを選んだのかもしれないですけど、モデルナだったんですよね。まあでも、しょうがないですね。もう行きつけの病院なんで、もう他の病院探すのもかったるかったですし、もうちょうどね、3連休取ってたとこだったんで、普通、金曜の夜、今日の夜とかって、夜勤あるんですけど、今日ないんですよ。はい。で、これからゆっくり寝て、明日に備えて、で、体調万全の中、モデルナ打って、で、明日の夜はもう普通通り休みだったんですけど、日曜の夜も、夜勤、休み入れましたね。もう万全の状態ですよ。で、まあ明日の夜、通常通りやったら、風来の支援、配信したかったんですけどね。まあ、ワクチンの副反応次第ですよね。風来の支援やると思うんですけど、一応、経過観察配信みたいな感じになりますけどね。まあ、スクラッチくじぐらいはできますけど、あとまあ、お絵かきもできますし、まあ、ゲームもあんまりね、熱くならないような感じのやつやりたいですね。お酒は飲みません、明日は。なので、テンションはいつもより低めですけど、ぜひお付き合いいただければと思います。はい。ということで、明日3回目のワクチン打ちます。1回目ファイザー、2回目ファイザー、3回目モデルナということでね、打ってまいりますよ。まあ、これで、明日の午後2時ぐらいに打つんですけど、まあ、もし私は明日の午後4時に休止したら、これはもう、ワクチンとの因果関係が認められるんじゃないですか？なのでもう遺族っていうかまあ、だから私の家族は、ぜひ国から4000万を奪っていただきたいと思います。まあ、物騒なこと言うなって言うかもしれないですけど、全然可能性ゼロじゃないんでね。ワクチンはやっぱり一定確率で、うん、休止する方がいるみたいなんで、まあ、因果関係認められたのが何件あるのか知らないですけど、少ないですもんね。まだゼロでしたっけ？ちょっと調べてないんでわかんないですけど。はい。ということで、明日、ワクチン打ってきます。ありがとうございました。はい、ということで、裏テーマが今回の放送ありまして、放送っていうか今回の動画ありましてね、お気づきになったですかね。そうなんですよ。ファイザーの言い方が、すごい頑張ってネイティブ発音になってたじゃないですか。ファイザーっつって。この発音にしたら、なんかもう見てる人の方が視聴者さんがなんか恥ずかしくなるんじゃないかっていう検証してみました。どうでした？私はなんかファイザーだけをなぜかファイザーっつって、ちょっとカッコつけた感じで言ってたじゃないですか。共感性周知になりましたかね。共感性周知っていうのは、もうなんか、見てる方が恥ずかしくなってくるみたいな感情というか状態を言うんですけど、そうなった方はぜひコメントください。なんでこいつファイザーだけちょっとネイティブ発音に近づけて発音してんの気持ち悪いみたいに思った方はね、ぜひ素直に書いていただければと思います。というか、ここまで見る前にもうわ、恥ずかしいっつって動画見るのやめちゃった人もいるかもしれないですけどね。そういう人もぜひコメント欄見てくれれば気づいてくれると思うんですけどね。はい、わざとですよ。あんな発音普段してないですよ。普通にファイザーって言ってますからね。何ファイザーって何ですか？恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしいですね。うん。もう二度とこんなね、発音の仕方しないですけどね。和田アキ子のキャメラみたいな感じですよね。恥ずかしい。はい。これは別に何の意味もないですよ。この前の配信で書いたピカチュウなんですけどね。これ何書いてるって言ったら誰も答えてくれなくて。で、モーガン・フリーマンですかって面白いコメントをいただいたんで、もうモーガン・フリーマンでいいやと思って。はい。モーガン・フリーマンってアメリカのすごい活躍してる黒人の俳優さんですけどね。もう70ぐらいじゃないですか、確か年齢は。私好きな俳優なんですけど、セブンっていう映画ですごいいい役やってましたね。売れっ子ですよ。はい。ということで、これで今回の動画終わります。ありがとうございました。明日配信来てください。